カロリナ・クルコバはチェコスロバキア出身の女性ファッションモデル。2005年から2008年まではビクトリアズ・シークレットのエンジェルの一人としても活動した。マリオ・テスティーノに絶賛され、アナ・ウィンターに次期スーパーモデルと呼ばれたことがある。チェコ人のバスケットボール選手の父とスロバキア人の母との間に生まれた。友人が彼女の写真を プラハのモデル事務所へ送ったのをきっかけに契約、ミラノへ向かい、モデルデビュー。1999年にニューヨークへ転居。2001年2月、17歳で、防具アメリカ史の表紙を飾った。この頃から、オートクチュールの賞や、ビクトリアズ・シークレットの賞で名前と顔が知られるようになった。2002年、防具ファッション・アウォーズのモデル・オブ・ザ・ヤーに輝く。プラダ。 イブ・サン・ローラン、バレンティのガラバーニ、ラルフ・ローレン、オスカー・デラ、レンタ、シャネル、バレンシアが、トミー・ヒル・フィガーら有名ブランドのショーやキャンペーンに登場。スティーブン・クライン、マリオ・ソレンティ、マリオ・テスティーノら写真家との仕事も多い。2009年公開の GI ジョーにカバーがある役で出演した。2013年より放送されているモデルのオーディション番組。 ザ・フェイスで審査員を務めている。身体的特徴としてへそがないことが挙げられる。ビキニ姿の写真などでは修正してへそが加えられることがある。理由については、幼少時にへそヘルニアの手術を受けた際に亡くなったとのことで、腹部にはへそが存在した場所にくぼみが存在する。2009年、映像作家のアーチー・ドルリーと結婚。 二人の間には2015年の時点で男の子が二人いる。セレブレティとの華やかな交流の一方、児童福祉活動に熱心である。ザ・ビューティフルライフファンドなど自身の立ち上げた団体で普段着で素顔のまま子供たちと接している。ありがとうございます。